世界一性格の悪いテトリスって言われてるゲームがありまして、はい、これだけしか出ない。これだから IQ の高い人は崩せんねや。そうです。マジで、はい、いやでもお前1行あーい終了、すごいやん、終わる時もしれーっと終わったやん。いくで。でもさっきのと同じのが出てくるとは限らへんってことだね。そうです、もちろん。え、崩したん？作家さんは崩してました。なんやねん、このきっちり埋めていくという作業じゃないんだろう。そういうことですね、きっとね。だからでも一段は消したいな。そやけどさすがにずっとじゃないやろ。だって一回棒出てきてたよな。出てきてましたね。頼むわ。ただだからなんかそのそんなタイミングで棒出られてもっていう時にしか出てこないんでしょうね。はいはいはい、はい、おお一段消えるんじゃん。あー消えへんか。うまいことなってんねんな。全然消えへんよ。うまいことなってんな、これ。俺は楽しいよ、これ。割と。今んとこ。いや、そんな、あ、あ、いけんじゃん、おれ。え、夜だ、消えた、マジっすか、消えた。すごっ。なるほど、これ。このテトリスでもこの苦手な形のブロックやねんな。あんまりこの使い勝手ようないプラス、崩してもあんまり気持ちようない。そう。意外と自分がここやと思ってるちょっと横とかじゃないのにやったら違う形になってきて、でもだからこのな2個分の高さを開けてない方がええと思うよな。ちなみに作家さんは5列崩してる。5ってすごいんですね。そう、むずいな。五はすごいね。あ、でも俺崩れるかも。二行目。あ、違う。あ、でもいけんじゃん。これで。次何出てくるか。あ、なんでここで棒出てくんねん。あ、でも。いやいや、一個は崩れるけど。これで二やな今。うわこれ何、携帯でもできんの？できます。できんねや。やろうとしてんすか。俺こういう単純なやつの方がええねん。あのバブルシューターやったっけ、なんかあの弾、はい、ピョンってやって消すやつ、はい、俺あれ一人で5年やってたやん。やってたな、確かに。かわいさ、うん、これだからこれ俺運命の分かれ道やと思うな、これ。これで賢かったらできるってどういう意味？だから将棋とかと一緒で何手か先を読むということやろ、ほんまは。あえてここにやることによって、うん、この形のブロック出せなくなさせるには、コンピューターに。そう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 、っていうかそれを見越した上で崩していくということでしょ。なんかそうネットで見てたら、うん、賢い人はまず全部の形を理解してる、うん、そのテトリスの意地悪やな。でだからどれが来てもいいように積み上げていくらしい。ここで四角、うわ四角来た。いや俺だからもう一個今までのやつで来たら一個崩せると思ってここに置いて、ほんならここで四角持ってきやがった。いけずー、マリカ野郎や。マリカ野郎や、絶対盛り上がるやつやりますか。うん、マリカない。うわこれほんまいけずやな。マジでこれ好きな人好きやな。そう、腹立つ。この嘲笑うようなタイミングでこれを出してきよる。テトリスみたいにね、こうどん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 落ちてくるという演出ないのもまたね。ああ、ちょっと挑戦状的だな、うん、こうじゃないんかな。河合さんでも2いってるってすごないですか。すごい。
うわすげえな。どうしよう、ここででもこれやると、でもに逃がせれるんじゃないですか。でもいや、こうやな、これで、なんでここで暴君ね、なんなんこれ、めっちゃ意地悪やん。あー逆ね、せやねん。これで、いやでもこれで次な、絶対分かってんねん、これ四角くんね、これの次、うん、これで、うん、絶対しか、ほらな、うん、もう読めてって思んないな、思んないな、こいつ。あ、でも、かえさん、そこ右端詰めたら次さっきのやつ来たらいけんちゃう。いや、これが次、これ、ここは置けろ、うんうん、で、ここに置くのはもう分かってるから、うん、向こうも、うん、俺、ほんまは、ここに置いたら絶対もう一回四角くんね、 100%な性格なんで出とりさ、いや絶対 100% 奥で、ほんなら見といて、絶対四角来るから。あれ逆のやつあ、でも逆のやつやん、河合さん、それ。河合さんいやね、逆のやつやん。でも、いやでもここに奥やろ、ほんなら絶対四角やで、次ほらでもこれはあえてここに置きます。はい、四角に入れんちゃう、急にええじゃん。で、多分ここに置くやろ、苦しまずに。あれ、もう一回絶対四角に。ほら。おもんな。何やこいつ。うわ、このタイミングでやって、サブ。そう思うんですか。逆のやつ来たら、ああ、置かれへん。一緒一緒一緒。もう終わり終わり。もう終わり終わり。終わるで。ああ、どこ置いてる、どこ置いてる、もう終わり。もう。この状態で終わったのかな。あ、なるほど、負けを認める、負け認める。これ、すま、電源切ってください。おもんない。はい、悔しい、めっちゃ悔しい。賢いゲーム。ここにこれ置いたらこれ落ちてくるやろな、もう読んどかなあかんね。だからそうか、何が来てもいいように組み立てとかなあかんってこと。うん、すごいな、天才が考えたんや。ほんまや、こんな単純なやつの裏を取るっていうことのゲームか。すげえな。今度マリオカートしましょうか。マリオカートしましょう、うん、マリオカートとかにしよう。俺らには向いてないか。 YouTube 主体に選手権しましょうか、うん、マリオカート。そうしよう、5人欲しい、うん、おっさん5人でマリオカートしよう。チャンネル登録お願いします。なんでハモってくんねん。なんでハモったらあかんねん。